滋賀から来ました玉崎陽子と申します。4人子供がいて、田んぼをやったり畑をやったり、今、ちょっとセミセルフビルドで家を建てたり、そんな田舎暮らしをしてます。で 3.11 後がやっぱり あまりにも恐ろしくて、毎日泣いてたんですけど、いや泣いてたら子供守れへんと思って、いつも仲良くやってるメンバーと3月22日に集まって、明日の輪っていうのを立ち上げて、なんとか原発止めたいっていう思いで、何ができるやろうっていう相談しました。それでまずやっぱ関西の人は放射能来てないと思ってる人がほとんどで、危機感とか関心とかない人がとても多くて、話しても聞いてもらえないっていうか、原発とか言ってもいやちょっとみたいな、だからどうしたら本当に知ってもらえるのかなと思って、こんな明日の輪の中に絵本作家さんの市美香ちゃんっていう友達がいるので、明日の輪熊くんっていう熊のキャラクターをで、可愛いチラシで皆さんに原発のことを知ってもらうとか、あとその7月3日にアースデーっていうのをやって、原発っていうのをあげないで、明るい明日をみんなで作ろうっていうので、どうやったらいい明日未来が子どもたちに残せるかなっていうので、楽しくてアピールして人にいっぱい関心持ってもらって、原発のことも知ってもらえたらなと思って、こういうアースで田中優さんと釜中監督とミツバチの上映やって、で、4000人ぐらい来てくれはったんで、かなり盛況で、勉強になりましたとか、よく原発のことが分かりましたとか、であと私らも十数人でやってたのが、これをきっかけにすごい200人ぐらいにネットワークが広がって、今活動してるんですけど、これからやっぱり子どもたちの放射能っていう面で、やっぱり関心がない人も毎日子どもさんはご飯食べてるので、でもお母さんたちは普通にスーパーで買ってます、何も気にしてませんっていうこと聞いてます。それに昨日伊藤さんからやっぱり関心のない地域に汚染のものが回っていき行きやすいっていうのを聞いて、これは大変だと思って、これからは放射能から身を守るために、例えば免疫を上げる食事暮らし、どんなことしていったらいいのかなっていうところで、明日の輪が何か皆さんに伝えていけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。 T シャツもそうですね、はい、絵本作家の一員